お疲れ様です。アルゴスです。皆様は小学生時代どんな生き物を飼っていましたか？私の場合は金魚、亀、ハムスター、ザリガニ、グッピー、カブトムシでした。一番愛情を注いだのはハムスターです。一番とかよろしくないですね。ダメですね。それでは今回ですが、アルゴスのおすすめ海外ドラマ3選いきたいと思います。皆様巣ごもりタイムも長いことでしょう。良い参考になれば嬉しく思います。あ、どれもネットフリックス配信ですので、そこら辺はあしからず。まず一つ目はウォーキングデッドです。アンデッド化した荒廃したアメリカを舞台に繰り広げられるサバイバルシリーズ。ゾンビ系が好きな方がドンピシャでドハマりすることはまあ間違いないですが、普段そっち系見ないよって方でもそのスケールの大きさとストーリーの深さにのめり込んでしまうことも間違いなしです。ちなみにゾンビより怖いのは人間。次、二つ目はメンタリスト。こちらは推理ものです。普段推理系は眠くなってしまうんだよねって方でも大丈夫。私もそっち側の人間ですけど、このシリーズは目ん玉ガン開きなぐらいハマります。次が気になる現象が発生し、ついにシリーズ最後まで連チャンで見切ることとなりました。あのプラダを着た悪魔にも登場するイケメン俳優が今回の作品の主人公です。男から見てもあの顔のスペック領域には圧倒される面構えです。最後3つ目はビッグバンセオリー。こちらはコメディです。アメリカのコメディフレンズは有名ですが、ビッグバンセオリーはなかなかみんな知らないみたいですね。こちらの作品はより最近に作られたものなので、映像もそうですが笑いのツボも今風今よりになっていて、フレンズよりももっと面白くて笑えます。とにかくそれに1話20分もないので、タイムマネジメント的にもとっても都合のいい便利な作品となってます。以上でアルゴセレクション終了です。いかがだったでしょうか？ちょうど見るべきドラマで迷子さんになりかけている方にドンピシャで当たったら最高です。それではまたお会いしましょうね。